県内のパッチワーク愛好者の主婦らで作る無名会の作品展が15日松山市堀之内の愛媛県美術館南館で始まりました。会場にはキルト素材を生かしたカラフルな作品が並び、来場者は頬を緩ませています。会員14人が2年間で仕上げたおよそ50点を出品しています。蜘蛛の巣を形作ったタペストリーです。黒や深緑の下地に1線ずつ手縫いした白い蜘蛛の糸が映えます。会員の女性が体の不自由な娘が描いた絵をキルトで表現した作品です。羊やメリーゴーランドなど優しい色使いが作品に現れています。他にもベッドカバーと合わせたバッグや着物のひな型コレクションもあり、手仕事の魅力あふれる個性的な作品が並んでいます。一人の方が 4、5 点作られてるでしょう。なんで見応えはあるし、色合わせとかもすごく洗練されてるし、いいかなと思って見てます。年に1回の展示会に向けてメンバー全員が一針一針心を込めて作りました。あったかい作品になっております。作品展は今月19日まで開かれています。